はい、はい、ではちょっと今日ゲームなんですけど、ありがとうございます、嬉しいです。ちょっと新しいゲームというか、これは古いゲームなんですけど、ちょっと大型企画というか。そうなの、やっと、はい、ちょっとやりたいなということで、ちょっととりあえず、じゃあこれはもう継続決定ですね。いや、もうそのつもりでちょっと準備をしてるんですけど、それがね、そう言っていいですか、はい、この間さ、はい、死のロードに僕が出たやんか、はい、ほんで一番初め福岡やってね、はいはい、ほんで羽田に行って、はい、で結構早く着いたんで、ああいうとこでちょっと余裕かまして、はい、なんかね、タイ料理のシカバブみたいな、なんやろ、そういう肉がいっぱい入ってる、あの羊さんの肉とか入ってるやつがあって、はい、おこんなとこの羽田でこんな羊さん食べれるんやと思って、ガツガツ食べたら、はい、目の前にすごい上品なお父さん風の、というたって40歳ぐらいの若いお父さん風の男性が僕を、じーっと見てずっと近づいてきて、ああこれゲーマーの人やなとすぐ分かるやん、目がキラキラしてはるから、はいはいはい、ほんで僕の近くへ来たら一番初めに、あのさよりって言ったすごくないですか。それはすごい話ですよ。あの、その前に名越先生で言うたかもしれないけど、でも、はい、名越先生、あの、さようりっていう、もうバックし、もうそれだけでもう、ほんまにもう心が通じ合うっていうか、もうすごいファンで、登園してきましたとか言って、で、家族旅行に来てはって、向こうの方に、子供さんと奥様がなんかおられたみたいで、ほんで、なんかちょっとひとしきり話をして別れて、で僕がエスカレーターでずっと、まだ家族は食事したって、エスカレーターで降りてる時に一生懸命僕のことを家族に説明してはんねん。あ、旦那さんがこういう縁の向こう側にいてはるからね、はい、ほんだら奥様がパッと僕の方を見つけはって、はい、ニコッと笑ってこうやってお辞儀してくれはって、僕が手振ってこんな温かいシーンって人生にある。もう本当に皆さんありがとうございます。もう僕は本当にゲームやっててよかった。さよりから入ったんですね。そう、これね、テレビで見てますとは全然違う世界なんです。もちろんテレビで見てくださってる方も大感謝なんですけど、やっぱり距離的にそうですね、すごい違い、一緒の時間を共有してるよねがあるんですよ、うん、テレビ見てくださってる方は名越先生見てますよとか、この間いいこと言うはったとかで言ってくれやん、それ嬉しいんですけど、うん、まあある種瞬間の出会いなんですよ、うん、でもね、なんかね、あ、僕と一緒に何時間を、もしかしたら何十時間を過ごしてくださってるんやっていう ね、 そ, うですね、それがね、もうさよりだけで、はい、さよりって言ったら、あ、言うてしもったみたいな、ちょっとためらいもありつつ、はいはい、めっちゃ上品な、あの素敵なお父さんでした。それをここに報告し、はい、させていただきます。では行きましょう。今日やるのはですね、実はあのメタルギアソリッド。わあ、ちょっと待って、あ、これ苦手なやつやん。ちょっとやめへん。いやいや、絶対無理やと思うねんけど。というよりも、そうか、僕がやるわけじゃないんや。そう、プレイしない。そういうか、急に自信が出て。というよりですね、今回これあのメタルギアってメタルギア旧シリーズとメタルギアソリッドシリーズっていうのが一応あって、僕ね、誰かね、はい、あのまだ病院勤め始め30代の医者の時に、あの狂ったようにゲームやってたじゃないですか、いろいろ、はい、まあ、その中の一番やばかったのは風来の試練、はい、それからあの三国無双ですけど、はい、あのメタルギアソリッドをね、誰かが貸してくれたんですよ。それがね、もう誰が貸してくれたか、昔の友達にね、そのうち聞いてみようと、誰かが貸してくれて、うん、これすごいらしいわって言って、うん、もうほんま一作目、そう、ですね、本当の一作目はですね、メタルギアっていう、うん、そう、またメタルギアです、それで、それはね、MSX っていうのが出てきて、あ、そうか、じゃあ僕のこの MSX じゃないからね、僕のはファミコンかなんかやったから、だとすると、プレイステーションか、プレイステーションだったらソリッドの方だとは思うんですけど、ね、はい、もうそれをやって、はい、一晩で強沈したんです。いやいや、もうね、死に続けることが辛すぎて、はい、20何回死んで、あのメタルギアシリーズってそこら辺の難しさも面白いんですけど、今回はちょっとあのストーリーに焦点絞って、いや、だって僕は将来この人はね、ノーベル賞を取るんじゃないかぐらいに、はいはい、文化に対する寄与度は、はい、ちょっと大げさに言っていいですか、はい、なんかね、三国志とかね、はいはい、何でしょう、ね、ああいうこう、
風神演技とかね、はいはいはい、あれぐらいのその変化、はいはい、だからあの時代にあれを書いたっていうこと自体が不思議なことなんですよ、うん、あの時代にあれを書いたってことだってもう凄まじい殺戮の歴史を演劇にするっていうね、うん、で今回はもう見つかった途端に即死っていうのを壮大なストーリーにしてるっていうね、はいはい、僕ねもうあのちょっとこのゲームを完全に転換させたゲームかなと思ってます、うん、そうですね、でうまいこと表現できないのでごめんなさい、いや本当に小島監督ですね、はい、あのはあのストーリーテラーとしてもやっぱり日本のクリエイターの歴史で小説家も漫画家も全て入れてもやっぱり歴史に残る人だと思う、だから小島さんの小島さんのそのストーリーテラーの部分は俺知らんわけよ、そうそうそうなんです、25、6回死んで完全にそこで倒れてもう返すわって返したというね、でそういう人もいっぱいいると思うんで、はい、あので今回実はいやでもほんまに僕なんかオーラがあるやん、はい、時代のオーラは感じるやん名越は、はい、なんかある種そういうムササビ的な、はい、嗅覚的なとこがあるから、はい、すごい人やっていうのは感じてるんですよ、はい、なのでちょっとこれあの1作目と2作目をすっ飛ばすので多少補足が必要なところがあるので、うん、あ、はい、まあ、それはやりつつ、分かりました、というのは1、2作目ってかなり古いので、もうそんな龍が如くセブンから始めた名越ですよ、はいはい、ドットとかもだいぶあれなので、はい、まあ、ちょっとやっていきましょうというか、あ、分かりました、ありがとうございます、はい、すいません、皆さん微妙にズルしてすいません、微妙にというかもうほぼプレイ部分はなしぐらいの勢いで、はい、僕ねゲーム的小脳がね欠損してるんですほんまに欠損してるんです、すいません、もうあの基本映画を見るように、はい、分かりました、ありがとうございます、なんかすごい音が鳴り出したよ、なんか恐ろしいような音が鳴り出しましたよ、あ、秀夫さん、アラスカベーリング海はもうこれだけで痺れるね、春山さんが言ってたとこらへんとちゃう春山さんがイヌイットの村に入って、あ、来た潜水艦、僕らの時代でね潜水艦といえばシュービー号なんですよ、シュービー号ご存知ですか、なんか前がねクラゲみたいにこうなっててね、原子力潜水艦、僕ね3歳とか4歳の頃に見てたからシェービー号かシュービー号かわからないんですよ、その区別があの発音できないやん子供って、でも僕の中ではシュービー号なんですけど、あの巨大なタコと戦ったりね、あの実は一番ドキドキしたのはスタートレックじゃなくてシュービー号かもしれない、あのだからもうこの潜水艦から始まるシーンで惹かれますねもうこのシュービー号を共感してくれる人って今見てくださってる方の100人に1人やと思いますよ、シュービー号を語るっていう回をちょっとしシュービー号のまず動画をかき集めないと、僕も4歳とか3歳4歳5歳の頃に見てたからね、映画でしたっけ、あのテレビシリーズ、テレビシリーズで、スタートレックは宇宙の姿じゃないですか、はいはい、あのレナード・ニモイとか、はい、あのそういうあのもう有名な、まあ、核成長のあの人いっぱい出てきて、でシュービー号もめちゃくちゃかっこいい艦長が出てきて、あの海の世界っていうのも宇宙の世界と一緒やったんです、その昔1950年代とか60年代はね、でだからスタートレックの海版なんですけど、どう言ったらいいんでしょうか、その息の詰まる感じって海の方が強くない、もう外へ出たら暗黒、しかも外へ出たらすごい水圧で、 もちろん宇宙もそうなんですけど、大体宇宙の場合はあの惑星に着くじゃないですか、で惑星に着いたら大概空気がある設定で、そこの宇宙人と話をしたり戦ったりするっていうのがスタートレックやけど、ほとんどがね船室内で起こるんですよ、だからね非常に密閉感がある、あの密閉度の高い物語でしたけど、きっと小島さんはそれを意識してるはず世代が違うな、まあ、でも小島さんの方が年は、小島さんってでもあの映画マニアなのでめちゃくちゃな、まはい、あの相当見てる人だと思います、もうでも潜水艦もので最大の日本におけるヒットはシュービー号です、はい、皆さん調べてください、はい、ぜひぜひアラスカフォックス諸島沖のことをシャドウモセス島にある、ちょっとストップ、はい、この声優ってあの声優やんな。これはね、あるとこでは、あの声優さんすごいんですよ。すごい声優ですよ、この人。歴代の、ある時期のランボー
要するにシルバースタースカルタロンがある時期の、アーノルド・シュワルツネッガーみたいな、その全歴代やってる。ちょっと癖のあるこの声ね、はいはい。僕ね、実はこの人一番好きな声優なんです。です今生きておられたら80歳ぐらいと、80とか90とかもう亡くなって、これね、もう歴代、もうすごい役柄で、しかもね、何がこの人がすごいかって言ったら、はい、いや、こんなこと言ったら、また怒られるよ。声優界にはすごいファンがいるから、僕をなんか、非難しないでくださいね。この人はね、役柄あるじゃないですか。まあまあ、例えば、僕も全然そこはうろ覚えですけど、例えば、その、アーノルド・シュワルツネッガーをまあやるとするじゃない。例えば、やってないかもしれないけど、ほんならね、自分に寄せてくるんですよ。この人自身に寄せてきて、落としどころでやるので、その、いわゆる英語版の字幕版と、また違う世界がそこに。青野武さん、はい、この人のはもうほんま鳥肌立ってるけど、うん、この人の声優としてのアイデンティーってね、うん、まあ他にもいくつかもちろんおられるんですよ、うん、でもね僕の中ではもうまあ、ケージ・コジャックやってた人とか、はい、あとあの人ケージ・コロンボをやってた、あの内田さんやったっけ、なんかも、はいはい、自分の世界をもちろん、はいはい、に自分の世界に引っ張ってくるじゃないですか、はい、だからコロンボの実際の声聞いた時にこんな甲高い声じゃないっていうかさ、はいはいはい、なんかどちらかというと I am a pen みたいな感じの声じゃないですかI am a pen みたいなピーターフォークですよね。そうピーターフォークの声でちょっとネズミっぽいじゃないですか、はいはい、でもそうじゃなくてうちの神さんがねみたいな、はいはい、ちょっとこもった声、あれはもう完全に彼に引き寄せてるし、うん、それをキャスティングしたプロデューサーが天才的やと思うんですけど、うん、この人はね僕の中ではその最右翼っていうか、あらゆる人を自分なりに作り変えて、しかもその映像そのシェイプにビタッと当ててくる、うん、もう創造的声優の一人、まあそんなこと言ったら大体トップはみんなそうなんだろうけど、うん、僕の世代の中ではそうですね。長い話ですいません。一応今喋ってたのがキャンベル大佐というその、まあ、作戦指令を出している人ですね。はい。はい、待機場、フォックスハウンド部隊と彼らの率いる次世代特殊部隊。もうこれだけでホラー的やと思いません？この人の声。もう痺れない。俺もうこの声が大好きやね、はい。ちょっとジョン・レノンにつながるような、ちょっと甲高いけど、うん、サビの効いた声なんですよ。はい、すいません。もう何度も。行きましょう。島を占拠した。彼らが政府に突きつけた要求はビッグボスの遺体だ。ビッグボスの遺体なんだ。ここはちょっとね説明が必要で、ビッグボスっていうのはそのこれはメタルギアソリッドっていう作品なんですけど、うん、その前にメタルギアとメタルギア2っていうのがあって、うん、その1作目と2作目もラスボスがビッグボスなんですね。で、それもちろん人間ですね。人間です。うん、で、1作目やって2作目で、まあ、主人公が倒して、でそれで一応そのビッグボスは死んだ、ドクターノーみたいな話ですね、というところで終わっていて、スペクターのドクターノーみたいな話ですね。で、まあ、なぜかその今回そのテロ放棄した人たちがビッグボスの遺体を求めている。それはなんか遺体に何かの化学物質があるとか、中に何かチップが埋まってるか、うん、あるいは象徴的にそれをなんか使って大きな組織を作ろうとしている方がいろんな可能性があるわけ。そう、その可能性はいろいろあると思います。めちゃめちゃ面白い、はい、それが24時間以内に受け入れられない場合、彼らは核を発射すると通告してきている。で、このソリッドスネークっていうのが一応主人公ですね、はいはい、大塚明夫さんの超有名、超有名、はい、ちなみに先生が今やってる龍が如くでは刑事の足立さんをやった。あ、そうか、はい、そこと繋がるんや、はい、まあもう盟友ですね、小島さんにとって。なるほどね、はい、君に依頼する任務は2つ。廃棄所に潜入して人質として捕らわれたダーパ局長ドナルド。ダーパって何ですか？ダーパっていうのは、国防総省の中の研究所というか、その研究機関ですね。もう研究というのは科学的な研究所。国防総省なので
あ、そうかそうか。情報。情報系でしょうね。これ本当にある感じやね。これは本当にある、あの、期間だと思います。はい。多分あれじゃないですかね。あの、ミッションインポッシブルとかでも出てきてるんじゃないですか、ね。ああ、そうか。はい。アンステック社社長、ケネス・ベイカーの両名を救出する。あ、もうすでに大物が相手に囚われてんねや。そうですね。あの相手の組織は何て言うんですか、ショッカーみたいな。相手の組織というかですね、今最初に言ってたのは、そのハウンド、フォックスハウンドっていう、フォックスハウンド、アメリカの秘密の特殊部隊なんですね。うん、それが、核廃棄施設で突如放棄して、うん、ああ、そうかそうか、反乱を、ある種のクーデターや。クーデター。暗黒のクーデターや。はい。わかりました。はい、そしてテロリストの核発射能力の有無を調査し、事実ならばそれを阻止することだ。あ、でも沈黙の艦隊とかいうのもあったよな。そういう沈黙の艦隊はまさに、あの、これはあれは日本人ですけど、そうそうそう、あの原子力潜水艦を、はい、奪っている。まさにまさに、はい、あ、あれもちょっと読みたいな、読まなあかんな。はい、あ、先生は通読はされたんですか。通読してないんですよ。すね、10巻ぐらいまで読んだぐらい。うん、ちょっと若干あれは清水文化は、ああそうなの、ね、あれ草薙とかいうのが一番主人公やったっけ。いやいやいや、海江田です。あ、海江田か、そうか、はい、いやもうめちゃくちゃ面白いんですけど、うん、ただこれしょうがなくて、いやだから一番面白いあたりから読んでないんですよ。あのワクワクするとこから連載途中で一つはソビエトが崩壊しちゃったんですよ。ああ、だからで、あの途中からロシア連邦になるんですよね。そうか、ごたごたしてしまう。そう、結構そこは大変だったんじゃないかな。なるほど、なるほど、わ、はい、かりました。まあまあそんなこともあったら、はい、面白いな、はい、はい。潜水艦で廃棄所の近くまで接近する。そこからは小型潜水艇を射出する。島に再接近後、潜水艇を吐き、あとは泳ぎと。泳ぎか、やっぱり。あ、もうそこまで行ってんねや、これね。今、リアルタイムです。えらい揺れてるやん。あ、でも行ってる。ハイテク特殊部隊、フォックスハウンド。フォックスハウンド、かっこいい。かつて君が所属し、私が指揮を取ったこともある。それ辛いな。そうですね。それが放棄してんねん、もう、はい、ちょっともう奥歯がすり減るほど悔しいよな、こういう状況ってね。だから前の作品の時はまさにフォックスハウンドから、うん、あの派遣された、うん、あの男として戦ってたんですね。ああ、そうか、はい、ところがその一部が放棄したと。そうですね。もう主力部隊かもしれんしね。でまだ存在していたとはなって言ってるのは、彼はもう前回の任務を最後に引退してるんですね。ああ、そうか、すり減ったんや。うん、でもさ、もうこういう人生経験したくないよね、皆さんね。かつて飼っていた犬に噛まれるっていうか、飼っていたって言ってもほんの手塩にかけてなんか飼っていた犬に噛まれるっていうことでしょう。こういう人生ってどうなんでしょうね。華麗なる一族なんかもそうやんな、あれ。そうですね。はい、ね、自分の、あの、親子の骨肉のなんか争いとか、はい、ああいうのほんまに僕みんな辛いねんけど、皆さん好きよね、そういう物語が。なんで好きよね。はい、はい、存在していたとかだ。逆近親相関的なね。フォックスハウンド隊員が参画している。サイキック能力を持つサイコマンです。もういきなりサイキックいてんねや。向こうにも超能力者がいるんですね。いけ、どの程度のサイキックなんやろ。ちなみにちょっとご説明しておくと、このメタルギアソリッドシリーズ、これ超リアルなこういう戦争ものをみたいな、はい、に見える雰囲気を持ちつつ、相当 SF でもあり、あ、そう、とんでもな感じ。このだからバランス感覚は手島さん、まだ、あの、あ、そうです、小島さんはすごいんやな。独特のバランス感覚で面白い。あの、そもそも、あの、1作目のメタルギアソリ、あ、メタルギアって、あの、自立二足歩行型ロボットで、うん、あの、頭から核弾頭を発射できるっていうスーパー兵器っていう設定なんですよ。それを潰さなあかん。で、それを最後、生身の、あの、ソリッドスネークが。というか、超小型核を持ってるっていうこと。そう、核射出装置を持った二足歩行型ロボットなんです。それあれやんか、まさにイーロン・マスクが正しいっていうことやんか。はいはい、ちゃんとロボットには倫理規定をしないと、大変なことになると彼が言ってて。はいはい、まあ、まさにそういうテーマがあって。うん、で、まあ、もちろん巨大なんですよ。あの、核撃てるだけあって。うん、あ、そうか。まあ、巨大ロボットなの。巨大ロボットです。うわぁ、それ余計怖いな。だから、あの、そう、巨大ロボット感は相当もうエヴァンゲリオンとかに近い。え、ちょっと待って、俺、ほんだその、ずーっとやってたその巨大ロボットに出会えたわけ、俺は。
あ、そうです、そうです。うわぁ巨大ロボもの大好きやあの、大丈夫。そうやったうわぁ頑張ったらよかったんかな、大丈夫さ。マジでそんなすごい話やった、はいはい、ずっとちま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 、暗闇の中を這いずり回ってるだけのゲームやと思ったから僕返して。あれですよね、もう段ボール箱かぶったりとか。そう、もうこんなん嫌やと思って、お庭版みたいな感じで、もうお庭版ばっかりは嫌やと思って。すごい大変ですよね。大変やんか。もうそのうち竹筒で水の中にここ隠れやんなかのちゃうかなとか思って、僕には向きません言って帰った。巨大ロボット出てくるんや。そうなんですよ。まあ、巨大ロボットって言っても、もちろん、エヴァとか、ガンダムほどではないですけど。3メートルぐらい。いやいやいや、もっともっと全然大きい。要するに兵器なので。ほー。その戦闘機とか、そういうクラスの大きさのやつです。ちょっとそれだけ後でネットで確認してもいい？まあいいんですけど、まあこれでも出てくるので。ああ、そうか。ほんなら見れません。見れません。はい。天才女狙撃手、スナイパーウルフ。はい、狙撃手、スナイパーウルフ。変装の達人、ネコイコクトマス。うわ、こんなん見たいな。バルカンレイ。うわ、こんなん見たいな。めちゃくちゃ。見たいな。ミッションインポッシブル感ありますよね。巨大なシャーマンってもう005やんか。005ですね。005やん。はい。だから005とか、あれですよ、西野森さんとかは相当なんか影響があるような感じも。うわ、嬉しいな、はい。じゃあ僕とルーツは一緒や。はい。はい、拳銃の名手だけでなく拷問のスペシャリストとしても知られる。いやもうそんなに言えわ。リボルバーオセロ、彼らを率いるの。今のリボルバーオセロットっていうのは結構人気キャラなんですね。でもそれ全部敵に回ってるってことですか。フォックスハウンドの実戦部隊リーダーリキッドスネークだった。リキッドスネーク、君と同じ暗号名を持つ男。島全体が核廃棄施設になっている。分かってきた。はい、はい、勝手に言いますけど、はい、これこのフォックス、何やったっけ、なんとかフォックスハウンド、フォックスハウンドは何か脅されていてやらざるを得なくなってんの。違うの、今ふっと思った。はははは、全然違ってた、ごめんなさい。黒幕がいる可能性、うん、なんかすごいものを握られてて、うん、それで悪に徹しざるを得なくて、うん、そういうなんかネタを中で入れてくるのちゃうかなみたいな気がしました。はい、以上です、はい、すいません。はい、無線機で指示を出す。俺の他にはいつものように単独でのスニーキングミッション。いつもの通りって、もうそれが嫌やっちゅうねん。はい、すいません。そう、一応これもお決まりフレーズで、装備も武器も現地調達っていうのがキャッチフレーズなんですよね。これもスパイ大作戦そのものや。非公式の極秘任務だ。公式な支援は当てにせんでほしい。これでもだいぶ画像が荒いから昔のゲームですね。そうそう、これはもう、2000年入ってすぐぐらいの。あ、そうなんや。ほ、はい、んならもう24年も前、はい、だからちょっとここからその4作2000年入ってすぐって僕が開業した頃や。はあ、い、そんな古いんや。プレステ2とかですかね。そんな気がします。2までは持ってました。あ、3も持って、2のが一番やりましたね僕は。一応ね、これこのメタルギアソリッドの1、2、3、4あたりは本当に名作と言われていて、あ、田中秀夫、荒いな画像が。これがまたいいね。怖いね。そうですね。あ、これやん、これやん、これじゃん。言うてるで、必ず来るって言うてる。うん、うるさいハエを落として。これがボス。これはボスっぽいですね。セフィロスみたいな顔してたね。セフィロスに似てたね。セフィロスって何でしたっけ。セフィロスは、ファイナルファンタジー。ああ、そうか、そうか。はい、ないくつやった ?5 やったかな、はいはいはい、僕の中ではセフィロスは、はい、もう、ダース・ベイダーを遥かに超える、悪キャラヒーローなんですよ。ダース・ベイダーは、そのルーツを知ってから緩んだ。はっきり言いますけど。はいはいはい。もう、僕やったら全然違うストーリーを作ってあげる。ダース・ベイダーをもっと輝かせるストーリーがあったはず。ね、ここで言いますよ。バンされないですね。バンされませんね。でも絶対僕やったらもっとシビアなやつ作れた。
やっと言えた。つまりエピソード4、5、6のダース・ベイダーのかっこよさが、ワン、ツー、スリーで、しぼんだと。はい。6、7、8は、もう、全然、いや、いいんですよ。役者たちもいいし、でも、なんであんなストーリーにせんなあかんのぐらい、もっとやりようがあったと、ごめんなさい。僕はそれを、ラジオ出演した時にも言ってしまいました。ラジオで言ったらあかんやろ。二度と呼ばれませんでした。すいません。あ、これを言えたから、なんか SS の世界で思い残すことなく僕は死んでいきます。なるほど。はい、まあまあ、それは、はい、はい。セフィロスですよ、皆さん。はい、すいません。大佐、聞こえるか？了解だ、スネーク。状況はどうだ？やはり地上へのルートは中央の昇降機だけらしい。めっちゃジジイやったな。そう、あ、大佐なんだね。なあ。予定通り、ちょっとチャールズ・ブロンソンちょっと入ってるんですね。しかないか。くれぐれも見つからんようにな。何かあれば無線連絡をくれ。周波数は 140.85 だ。ほら、やっぱり 140.85 やろ。これちゃんと 140.85 を皆さん調べてみてください。意味がありますから、多分。ああ。多分。何でしたっけね、これ。ね、まあそれはちょっと、もしかして僕は違う記憶の仕方をしてるかもしれないと、皆さんに叱られたら皆さんを混乱されるのは言いませんけど、これすごい重要な、周波数なんですよ、これ。じゃあ調べてみてください。もしかしたらずれてたらごめんね。うん、ずれてたらごめんね。はい。なんだろう。これな、キャプテンアメリカに似てるな、彼。うん、主人公の方は。今のところそうですね。これが、そういう衣装なんで、ね。あ、そうか。まあ、結構これ、キャンベル大佐は、ランボーの、トラウトマンか。はい。大佐。はい。が、モデルと言われて、いや、キャプテンアメリカやと思うよ。あ、いや、違います。大佐の方です。あ、大佐の方ね。あ、はい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 。ランボーの時の大佐です。ね、わかります、わかります。それは連絡がある場合はコールする。自傷骨を直接振動させるものだ。僕 X-Men シリーズで実は一番好きなのはキャプテンアメリカやね。でもキャプテンアメリカに感情移入しすぎるから、キャプテンアメリカって生身でしょ、うん、だからキャプテンアメリカの映画を見るのはすごい辛いんですよ。もうほんまにこっち側に痛みが走ってくるから、ね、キャプテンアメリカが一番好きなのに見れあんまり見れないっていうね。本当にキャプテンアメリカは盾がないと死んじゃう。本当に死んじゃうんですよ。たかだかね、普通の人間の20倍ぐらい強いぐらいの感じなんですよ。でもなぜか、層の、何百トンあるかわからないようなトンカチをギュッと持てるんですけどね。ね、あれはまあ心意気で持ってるわけですよ。心意気なんですよ、ね。心意気なんですけどね。うん、はい、アイアンマンでは持てないっていう。そうなんです、そうなんです。アイアンマンで持てないです。そこはアイアンマンのそのダークヒーローの部分なんですよ。やっぱ金にまみれてるとこがあるんです。そうですね、金にまみれてる。はい。それがまた魅力なんですけどね、もちろん。そうです、アイアンマンはそこは魅力です、ね。そう、すごい魅力なんですよ。アル中ですみたいな感じがすごく魅力なんですよ。これ、これ。もう今でもちょっとしたトラウマやわ。ちょっとした。ちょっとしたトラウマやわ。死にまくるんですよ。そんなとこで息吐いてたら息の白いのが見えるやろ、相手に。違う、そういうことじゃない、ごめんなさい。もうこういうのを見ると僕は模様ドラゴンを思い出すのよね。模様ドラゴンの麻薬を作ってる基地があるでしょ。あの中をこう忍んでいくやんか。 ありますね、あれがもう僕の原風景です。あれを僕はね、夢の中でね、100回以上見てます。もちろんね、他のシリーズでもいろいろあるんですけどね、ターミネーターの中でもこんな追いかけるシーンが出てくるしね、いろいろあるんやけど、はい、やっぱり僕の中で模様ドラゴンですね。模様ドラゴン、僕思う、模様ドラゴンで秘密基地に潜入するあのシーンって、うん、今でこそベタで当たり前やけど、あの当時あれを一番主にそこを持ってくるってすごい発想やと僕は思うんですよ。すごいシチュエーション。本来もっとね、ブルース・リーのアクションだけで言っていい映画のはずなんです。そうそう、 あのこう狭いとこでやるからこそヌンチャクが生えるわけですよ。だからヌンチャクが生えるシチュエーションもあの秘密基地の中で振るうということとセットなんですよね。名越康文 TV シークレットトークよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの状況を実はやりたいなと。